壁ってこれなんだっていうね。ここに板張るのかな。そこに黄色いあれを貼って、はい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 で壁紙を貼るんです。まあ内装はどれくらいのお金がかかるかっていうことなんですけど、これ約50坪なんでむちゃくちゃ安くして1750万から2000万ぐらいとか言われましたけど、はい、アマソルクリニックの泥棒添いです。また開業について少しね皆さんのアドバイスになるようなことを喋れたらいいかなと思ってます。じゃあちょっと開けてみましょうかね。はい。じゃーん。What？ 前はあれだったよね。天井が全部抜けてたと思うんですけど、まずは天井ができましたね。天井ができて、そしてあ、なんか。支柱が立ってますね。これ今どこの図面的にどこの部分ですか？ここはですね。お部屋です。あ、なるほど。カウンセリングルームか。おお。奥から基本的には作っていくみたいな感じなんですか？これはまた別の業者さんなんで。ああ、やってくれたんですか？はい、そうです。あ、もうじゃあいろんな業者さんが出入りしてるんですね。そうですね。あれどちらの方ですか？僕は電気。あ、電気屋さん。はい、あ、なるほど。これは内装業者さん。そうですね。電気屋さんは何をやってくれてるんですか？今照明のこれ穴がここにダウンライトがつくんですけど、あ、なるほど、全部穴開けてもらってくれて、はい、でもう裏にはこういう電線がいっぱい通ってるから、はい、そこから電気引っ張ってカポってはめてみたいな、はい、すごいですね。これだって穴の位置ミスっちゃはないですねが、こういうのがこれがあれなんですけど、これをレーザーで上げて、あ、レーザーで上げるんですか？そうです。これからこう投影してここだよみたいな。そうです。これを全部その内装業者がもうマークしてるから、はい、もう要はここにレーザー当てて上に作ってねって穴開けといてっていう感じなんですね。はい、なるほど。すごいっすね。よくできてますね。でもこんなコードたくさんあってもう把握できてるんですか？一応できてます。こんなコードいります？こんな本数。そこがスイッチになるんですよ。スイッチ？照明の。あ、そっか、なるほどね、はい、ここに要は壁が来て、そうです、その中に入る中央スイッチになるから、はい、それだけの本数がやばい。でこれスタート時点で全部要は天井これ作る前にもうはわしてくれてるんですよね。そうです、そうです。これ落ちてるとこは全部スイッチが来るよっていうことなんですね。これ今落ちてるのはコンセント、はい、壁の中はわしましょうと。そうです。僕とか医者なんで、こういう電気系マジ弱くて、もう何でもあれなんですけど、やっぱ何でも直せるんですか、電気屋さんは。電気なら家庭のものとかもやっぱ直せるんですか？直せます。あ、直せる。え、ちょっとテレビ映んなくなっちゃったとか、なんかスイッチ入り悪いとか。アンテナまでのことはできるんですけど、テレビが壊れてたりしたらできないです。なるほどなるほど。裏の配線に関してはもう任せてくれと。そうですね。へえ、すげえ。もう大体配線は終わったんですか？電気の穴開けと。そうです。じゃあ電気工事の業者さんが入るのはちょうどこの工程ぐらいで、あとはもうあんまり入らない。最後にそっか、またこれを壁ができたというコンセプトやんなきゃいけないんですか？そうです。電気はずっと入る感じですね、最初から。ああ、そうなんですね。なんかこのコードだってもう本数が何本あるんですか？これ全部で200本ぐらいですか？もっとあるんですか？本数でいったら多分それぐらいあります。それで1キロくらいです。マジ？元線はどこにあるんですか？元はブレーカーみたいなのがあるんですか？そうです。あそこから始まってブワーってこう網目状に出てきてるような。そうです。面白いっすね。壁ってこれなんだっていうね。ここに板張るのかな？そこに黄色いあれを張って、はい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 で壁紙を貼るんです。貼るのってあれですか？打ち込むんですか？ネジで。あ、ネジで。これに。そうです。これ穴開くんですか？開くんです。薄っぺらいので。ああ、そうなんだ。これ空洞だから。そうです、そうです。へえ。電気系でよくあるトラブルとかってあります？やっぱり漏電ですかね。あ、漏電っていうのは、はい、要は元のとこで電気が漏れちゃってる。ああ、その末端で向かってるところのどっかで。断線してるのと漏電してるのは違うんですか？断線と漏電は違います。漏電はこういう鉄を使って電気が漏れちゃう。漏電したらどうするんですか？ってこれ壁天井ぶっ壊さない限りもうだって戻れなくないですか？最悪壊してまた配線し直してっていう、飲食店とかだとネズミがかじってネズミちゃん、はい、漏電してたりする。これはなんですか？それは電話、それもまた別の業者さんなんで、そこに通せばそこの電話の番があるんですけど、はい、あそこに繋がってるんで。もうこのオレンジが電話とかはもう決まってるんですよ、あの相場が。オレンジが室内で、オレンジが室内、はい、ネズミ色っぽいのが屋外から来てる。それで分かるんですね、違う業者さんでも。はい、この赤いマークが基本的には電気、床の。そうですそうです。赤。あれちょっとここ穴開いてないですけど、もしかしてサボりですか？いや、出方が違うんです。あ、今日の穴のサイズじゃないですね。そうです。本日の穴みたいなのがあるわけですね。本日の穴はこれ100パイ、今持ってるやつですね。そうです。これ1個もらっていいですか？もらうかもしれないです。本日の穴、これを全部サイズで開けてくれてるわけなんですね。そうです。へえ、すげえおもろいっすね。おもろい。それでもう業者さんが違えどやっぱりこう全部分かっちゃうんですね、これね。まあ、あとはそうですね、今日の話としては、まあ、内装はどれくらいのお金がかかるかっていうことなんですけど、でここ約50坪なんでむちゃくちゃ安くして1750万から2000万ぐらいとか言われましたけど、美容クリニックでそれはなかなか不可能というかですね、まあ、ある程度デザインだったりとか清潔感だったりとかそういうのしなきゃいけないので、結局3000万ぐらいですね。空調とかが高いんですよね、やっぱりね。空調は多分結構。あとこれそうですね、床上が高い、ここが全部上がるんで。そうですよね、パイプ通ってるところが。床上げるときは下にああいうまたああいうの組んで、床は木ですね。あ、木のもうボード、厚さのボードを組んで、まあ乗せちゃうって感じなんですね。でもこの水道ね、こっからここにトイレを作りたいがために100万ぐらいかかってたんで分かんないですけど、水の配管って結局壁を伝ってるんですけど、こうやって部屋の真ん中の方に水回りを持ってきたいときは床を上げないとこのパイプが通らないので、そうするとこう床上げっていう工程が必要になって、プラス100万みたいな200万みたいな、それぐらいこの見えないお金が結構かかってるですね。でもこれがむき出しになってたら当たり前ですけど、突っかかってこけちゃうので床を上げてやるんですね。でも内装のデザインに関してはまあやっぱりそのクリニックの自体の形は結構大事で、細長かったりとか、あといびつな形だったりとかするとどうしてもそのデッドスペースができたりとか、まあ、その動線が使いづらくなるので、やっぱり形は大事。まあ、メインの柱とかはもう動かせないので、こういうものの裏とかっていうのはどうしてもデッドスペースになるんですけど、ここスタッフルームでここオペ室なんで、まあ、通れなくないんですけどまあさすがに通すのはやばいのでここには薄壁1枚置いてかなっていう感じですね。でちょうど今そこがオペ室と、物件をまずリストアップしてもらうんですけど、不動産屋さんにね、まあ、その時にやっぱ見てほしいのは、まあ、もちろん壺の、まあ、何坪かっていうことですよね。皮膚科だったら30、まあ、25から30ですね、まあ最低でもなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。外科だけだと35坪ぐらいあってもいけると思いますよね、オペ室だけで。その皮膚科までやるってなるとやっぱオペ室と処置室っていう形になるので、まあ50弱あるといいんじゃないかなと思いますね。広いとこだと70、80坪のクリニックもありますし、100坪のクリニックもありますから、まあそういう意味ではもう本当津々浦々、まあ、いろんな国があると思うんですけど、個人開業でね、そんでいきなりね、まあ、2億も3億もかけれないですから、まあ、そうなってくると、まあ、1億以内で、まあ、作ろうとするとこういうのが現実的な規模なのかなとは思いますけどね。正直僕らの感覚で間取りイメージしても全然ね、それを超えたものはちゃんとプロを作ってくれますから、自分ではあんまりイメージするというよりは、まあ、プロと相談しながらというか、先にプロに原案もらっちゃった方が自分たちのイメージはできるかなと思いますね。でやっぱりその消防法とかね、こういろんなまあ内装を作るにあたっては法律があって、そこら辺僕らって全然詳しくないので、そういう意味でもその最初にそのプロの方にデザインしてもらうっていうのは大事ですね。要は非常口の位置とかそこまでの通路だったりとかっていうのは、いろいろルールがあるので、先ほども言った通りその水回り非常にこうお金がかかりますよというところですね。あとはね、空調と水回りがすごいねこう費用がかさむ原因だと思った方がいいと思います。スケルトン仕様になってるとそういう空調の設備がほとんどない状態での引き渡しになるので、そこから一から空調を組まなきゃいけないってなると結構お金がかかります。事務所仕様の場合はもうすでにある程度の位置にクーラーとかがついてるので、それを利用できるわけですね。もちろん場所は変えなきゃいけないことはあるんですけど、利用できるので結構費用は安く抑えられます。今回は内装についてという形でねお話しさせていただきましたけれども、それぐらい大変ですよと。そしてこれからどんどんねこの柱が立っていってこの広々した風景も見えなくなってきちゃうと思うので、一回このね檻の状態の時に一回また来たいですね。じゃあ内装についてとりあえずね今日はお話ししてみました。また楽しみにしてください。